岩井の乱は、527年に、朝鮮半島南部へ出兵しようとした、大三家の率いる大和朝廷軍の進軍を、筑紫君岩井が阻み、翌528年11月、物の部屋から日によって鎮圧された反乱、または、王権間の戦争。岩井の乱に関する文献資料は、ほぼ、日本初期に限られているが、筑後国風土記津分や、古事記、 国造本義にも簡潔な記録が残っている。なお、筑後国風土記には、官軍が急に攻めてきたとなっており、また、古事記には、岩いが、天皇の命に従わず無礼が多かったので殺した、とだけしか書かれていないなど、反乱を思わせる記述がないため、日本書紀の記述はかなり殉職されているとして、その全てを史実と見るのを疑問視する研究者もいる。真偽は定かでないが、 日本初期に基づいて、岩井の乱の経緯をたどるとおよそ次の通りである。527年6月3日、大和朝廷の大見家野は6万人の兵を率いて、白木に奪われた南から、徳古墳を回復するため、三内へ向かって出発した。この計画を知った白木は、畜紫の有力者であった岩井へ増愛し、大和朝廷軍の妨害を要請した。岩井は拒兵し、 火の国と豊かな国を制圧するとともに、和国と朝鮮半島とを結ぶ回路を封鎖して、朝鮮半島諸国からの朝貢戦を誘い込み、大見家の軍の進軍を阻んで交戦した。この時岩井は、大見家のに、お前とは同じ釜の飯を食った仲だ。お前などの指示には従わない。と言ったとされている。大和朝廷では、平定軍の派遣について協議し、 慶大天皇が、大友大連金村、物延大連赤ら日、古瀬の大臣安人らに、将軍の人選を諮問したところ、物延部赤ら日が推挙され、同年8月1日、赤ら日が、将軍に任命され、天皇から、畜子伊勢の統治を委任された。528年11月11日、岩井軍と大将軍の赤ら日率いる、山和朝廷軍が、 筑紫三井軍にて抗戦し、激しい戦闘の結果、岩井軍は敗北した。日本初期によると、この時岩井は、物のべあから日に切られたとされているが、筑後国風土器一文には、岩井が、武前の上前県へ逃亡し、その山中で死んだと記されている。同年12月、岩井の子、筑紫勝子は、連座から逃れるため、カスヤの三宅を、 大和朝廷へ献上し、死罪を免ぜられた。乱後の529年3月、大和朝廷は再び、大見家のを、美馬の荒へ派遣し、白木との領土交渉を行わせている。以上のほか、畜後国風土記一文には交戦の様子とともに、祝いの墓に関する記事が残されている。なお、古事記では縁本、日の地の没年を日のと羊4月9日としており、 筑紫君石井が天皇の命に従わないので天皇は物延部高校大連と大友金村連を派遣して石井を殺害させたと簡潔に記している国造本義には岩井と白木の関係を示唆する記述がある岩井の乱が古代の重要事件として注目されるようになったのは1950年代前半のことである当時林家達三郎 藤間聖太、角脇帝寺らは、祝いの乱について、大和朝廷による朝鮮出兵が再三にわたったため、九州地方に負担が重なり、その不満が具現化したものと位置づけた。これに対し、日本初期に記す祝いの乱は殉職されたものであり、実際は古事記に記す程度の小事件だったとする主張が、1960年代に入ってから坂本太郎、 ミシナ・アキヒデラから出された。ただしそれらの主張は、岩井の乱が持つ意義を否定するものではなかったことと、乱の意義に着目した研究が続けられた結果、岩井の乱を古代史の重要事件と位置づける見方が、通説となった。1970年代半ばになると、慶大期前後に国家形成が進展し、大和朝廷が、 各地域の政治勢力を併合していく過程の中で、岩いの乱が発生したとする研究が、鬼頭生命、山尾幸久、吉田明らによって、相次いで発表された。従前、岩いの乱は、地方豪族による、中央政権への反乱だと考えられていたが、これらの研究は、古代国家の形成という点に着目し、乱当時はすでに統一的な中央政権が、 存在していたわけではなく、岩井が独自の地域国家を確立しようとしたところ、国土統一を起とする山和王権との衝突、すなわち岩井の乱が起こったとした。1978年に埼玉県の東海山古墳から出土した金作名鉄権の発見により、統一的な中央政権の形成時期をご世期 後半まで遡らせる議論が有力となっていくと、岩井の乱の意義、位置づけも、また再検討が加えられるようになった。朝鮮半島との関係に着目し、山と朝廷、くだらの間で成立した連合に対し、岩井が白木との連合を通じて、自立を図ったとする意見、岩井の乱を、携帯王朝の同様の現れとする意見、むしろ、携帯王朝による、 地方支配の強化とする意見など、祝いの乱に対する見方は、必ずしも一致していない。題名、英雄たちの選択、スカウトされた大王地方出身。携帯天皇の実像時間、60分放映、2020年4月22日午後8時9時、BS プレミアム、2020年4月29日午前8時9時、BS プレミアム出演、磯田道文ほか、 平成25年度日本有青年が寄付金の女性を受け、NPO 法人科学映像館で、祝いの乱のアニメーション作品が配信された。乱の経緯を祝い側から描いている。題名、畜子の祝い時間、30分制作、全国農村映画協会、イージーフィルム協力、プロダクションバオバブ企画、福岡県八女市監修。 福岡県八女市教育委員会出演、筑紫の祝い、銀河万丈勝子、松本康則咲花姫、横丸白義人義士、堀内健有物の,の部屋から日、笹岡茂造大友金村、西村智道大藤、藤本譲郎三家の、大滝信也小瀬の、男人、北川拓郎船員、中広志ナレーション、山本広子スタッフ、プロデューサー、山岸とよきち監督、 脚本、萩原敬司キャラクターデザイン、本田俊之美術設定、千葉秀夫アニメーション原画、村上つとアニメーション動画、鈴野喜一、照屋優子、豊里勝彦セルワーク、色、指定、照屋美和子動画チェック、金子光孝背景、藤田つとむ撮影、小山忍編集、鶴淵正敏音響演出、田中秀幸音響制作、 大平則義高歌、伊藤道博選曲、栗林秀俊録オンアバコクリエイティブ、スタジオ現像、今時ジタイトル、アズスタッフ、青木正人、佐伯人志製作進行、小海雄二。ありがとうございます。